ベビーヤンバーこんにちは。どうして急いでるの？遊園地に行くの？楽しそうだね。一緒に来てもいい？うわー、楽しそうだね、ベビーアンバー。さあ行こう。ベビーゼリーこんにちは。何から乗ろうか。観覧車？いいね。さあ行こう。あれ？全部止まっちゃった。トム、何が起きたの？停電？大変。どうしようか。スーパートラックを呼んだらいいと思う？よし、ベビージェリー、そうしよう。カール、みんなが困ってるんだ。遊園地で停電なんだけど、助けに来てくれる？それは何？ソーラートラック？いいね。よし、変身しよう。スーパートラック、準備はいい？よし、さあ行こう。スーパートラックが来てくれたよ。ベビーアンバはとっても楽しみに遊園地に来たんだ。電気を直してくれるかな。これでどうするの？太陽光で電気を起こして遊園地を動かすの？すごいね。
すごいね。ありがとうスーパートラック、助かったよ。ベビーのみんな楽しんでね。またね。ビリーこんにちは、チャーリーもこんにちは。かっこいい建物を建ててるね。あれ危ない、気をつけてね。チャーリー、ビリーどうしようか。チャーリーを助けないと。そうだね、スーパートラックなら助けてくれるね。カール、花火だよ。誰かが君を呼んでるよ。わあすごいね、とっても大きなドリル車に変身できたよ。さあチャーリーのところへ急ごう、スーパートラック。ビリー、スーパートラックが来てくれたよ。心配しないでね、チャーリー。すぐに助けてあげるからね。まずはどうしようか。よし、チャーリーのところまでドリルで道を開けようね。スーパートラック、そこまでにしよう。このままじゃ他の建物がチャーリーの上に落ちちゃうよ。どこに行くの？下から穴を開けるの？いいね。もう少しだよチャーリー。スーパートラックがドリルでトンネルの逃げ道を作ってくれてるよ。すごいよ、できた。無事でよかったよ、チャーリー。
どうもありがとう、本当に助かったよスーパートラック。あれ、スーパートラックはどこに行ったんだろうね。みんなバイバイ、またね。こんにちは、キャリー。何をしてるの？町のみんなのためにケーキを作ってるの？いいね。うわー、たくさんできたね。あれ、どうしたの？一人で全部配達するのはちょっと大変そうだね。誰かに手伝ってもらおうか。アイデアはある？そうだね、スーパートラックなら何でもできるもんね。お、お、カール、花火だよ。誰かが君を呼んでるよ。スーパートラック、準備はいい？さあ行こう。うわー、ベビーのみんなが喜ぶね。スーパートラック急いで、キャリーが待ってるよ。キャリー、スーパートラックが来てくれたよ。ありがとう、スーパートラック。あれ、どうしたの？そうか、ケーキが重すぎるんだね。どうしようか。そうだね、君とキャリーで半分ずつケーキの配達をしたらいいね。よし、準備はいい？どうしたの、キャリー？ああ、そうだね。全員に配達している時間がないね。そうしよう。みんなに公園に取りに来てもらおう。
ねえトム、うん、公園に来て。リリー、公園に来てくれる？マット、公園に来て。スティーブ、公園に来てくれる？キャリーのケーキが焼けたよ。みんな取りに来たよ。さあ、ケーキを開けよう。そうだね、スーパートラックとケーキはどこに行ったのかな。みんなまたね、バイバイ。カーシティが今夜は綺麗だな、うん、やあベイビーフランク、元気かい、うんうんうん、春節のパーティーが楽しみだって。確かにすごくなりそうだね。何が見えたんだい、ベイビーフランク。ああ、これ深夜にみんながここに集まってランタンが空に昇っていくのを見るんだ。まあでもあと1時間ぐらい待たなきゃいけないけど、それ押すべきじゃないと思うよ、ベイビーフランク。ダメだって。あらら、まずいな。あのボタン押しちゃダメだよ、ベイビーフランク。そうだ、スーパートラックを呼ぼう。彼ならなんとかできるはずだ。やあカール、春節の準備はできてるかい？その前にちょっと助けが必要なんだ。ベイビーフランクがたくさんのランタンを空にぶち上げちゃったんだ。深夜になる前に全部戻さないと。よし、ドラゴンになるつもりなんだね。すごいぞ、スーパートラック。春節を救わないと。心配しないで、ベイビーフランク。スーパートラックがすぐここに来るから。来たぞ。あのランタンが見えるかい？まず一つ目。どうやって回収するんだい？おお、賢い。
もっとここにあるぞ。いい調子だぞ、スーパートラック。そのまま頑張れ。ベビーフランク、ちょっと後ろに下がっておこう。間に合ったみたいだね。今ならボタンを押してもいいんじゃないかな、ベイビーフランク。5、4、3、2、1、今だ。あきましておめでとう、みんな。そうだね、ベイビーフランク、スーパートラックはどこだ？彼も楽しんでるみたいだね。じゃあまたね。